saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love.舐めてる気がするんだけど、舐めてないっけ。こんなもんだっけ。直したんだけど、舐めてるように見えるんだけど。はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、今コロナで鹿児島も緊急事態宣言が出てるということで、なかなかキャンプ場にもちょっと今行けないので、キャンプ気分を味わいたくてお家で焚き火をしています。以前ですね、家族キャンプを夏休みに予定していたんですけど、 1回目は台風で行けなくって、2回目予定してたら2回目は仕事で行けなくなって、という残念な結果になりましたので、まだもうこの夏家族キャンプに行けないまま終わってしまいました。それと同時にもコロナも、流行ってきてたので、ちょっと行けないよねっていう感じではあったんですけど、でですね、その家族キャンプに向けていろいろ準備をしていました。この扇風機もそうなんですけど、家族4人で食べれるようにと、このユニクレームの羽釜を、羽釜ご飯、羽釜なんていうの、書いてあるこのユニクレームのキャンプ羽釜3号炊きを買っていました。これ3号炊きと5号炊きがあるんだってね。あ、そうなんだ。で、うちのはちっちゃいから。3号炊きを買いました。今日はこれを使って炊き込みご飯を作っていこうと思います。はい、じゃあ開けます。お、しっかりしてる。しっかりしてるっていうか、やっぱり羽釜ってだけに蓋が重たい。ああ、蓋重たかったよ、蓋重た、蓋がずっしりだ。こんな感じですね。ビッシュ、この下がちょっと厚めのコーティングみたいな、してあるね。取っていいな。蓋が重たね。この本体はそんな重たくないんだけど、この蓋が重たい。はい、こちらもこんな感じになってます。で、これは、モンベルの原品を買ったんだよね。在庫がなくて、展示品で良ければということで購入しました。そう、すぐ使うつもりだったからね。そうそうそう。はい、じゃあこれでご飯を炊いていきます。ガス火で調理する場合、1、お米を研ぎ、目盛りに合わせて水加減をします。水加減をして約30分ほど置くと、より美味しく炊けますということなので、今から研いで30分置いていきます。で、30分置いたら2、蓋をし火にかけます。最初は強火で、3、湯気が出て吹きこぼれ始めたら、吹きこぼれない程度に火を弱め20分ほど加熱します。だからさ、完成するまで結構時間がかかるってことだよね。で、4、火を止め蓋を閉じたまま5分蒸らしますっていうことなので、今からやってもだいたい1時間はかかるね。じゃあ早速始めていきます。はい、では3号いきます。1、2、3、洗ってきます。家なんでね。今研いできました。これから30分待ちます。30分待てるかな。あ、中に線があるんだ。そう、あるの、ちゃんと。3号だけだった、線があるの。1、2、3ってちゃんとある。あ、1号、2号、3号って線があるんだ。じゃあこのまま置いていきます。で、今日は炊き込みご飯なんだけど、一旦蒸らしてからさ、炊くときに入れた方がいいよね。具材。あ、もうこんな。
うなんだろう。一旦それでやってみるね。そうします、そうしましょう、そうします。熱っ。ゼロのダブル完熟梅をチョイスしました。初めて飲む。いただきます。はい、乾杯。今日は忘れないよ。あー、おお、美味しい。美味しい。ちょっと飲みます。あ、これ美味しいわ。ハマる。梅だよ、梅。美味しい、これ。これはハマる。ね。あ、さっぱり。美味しいでしょ、うん、飲めるでしょ。飲めないけど。うま？飲めない。キューパーだもん。今日の夜ご飯、唐揚げです。一貫もこのぐらいです。よし。30分浸すつもりだったんですけど、ちょっと時間がないので今10分浸しました。でこの状態から炊き込みご飯、うん、今日はサバ缶を使って炊き込みご飯をしていきたいと思います。はい。お米は3合に対してお水も3合。してない。サバ缶を入れて、ひじきを入れて、生姜を入れて、冷凍しめじを入れます。具はこんな感じで、あとは調味料、みりん3杯、鮭3杯、醤油3杯、はい、これで炊いていきますよ。唐揚げもいい感じに揚がったよ。おお、大丈夫け。結構重いけど大丈夫だよね、うん、はい。あ、かわいい。いいね、かわいい、かわいいね。かわいい。いい感じに。あ、いいね。いい、いい。明日の弁当用も、揚げていく。朝楽するために。あ、浮き上がってきたよ。おう。浮き上がってきた。うん。浮き上がったら？ちょっと待って、ちょっと待って。ここシュッシュってなってる。ほら。うん。あ、なってるね。うん。今何分経った？今10分。今10分。え、20分って書いてあるんだもん。湯気が出て吹きこぼれ始めたら、うん、吹きこぼれない程度に火を弱め、うん、20分ほど加熱します。うん、必ず吹きこぼれますので、調理中は絶対にそばを離れないでください。うん、注意事項で書いてあるね。信じよう。そうだよ。信じよう。二人だから愛し合える。もう気がいい家なのに。楽しんでる？なんか私が一人で楽しんでるように見えるなと思って。いや、大丈夫だよ。本当。うん。結構強くないか？大丈夫？うん。そもそもこの土鍋教えてくれたの、あの視聴者さんが教えてくれたわけ。ああ、そうなんだ。うん、そうなの？うん。あのうちは土鍋を使ってますって言って。うん、で、ああと思ってさ、うん、土鍋っていう選択肢もあるのかって。その。
ライスクッカーで、まあ、作るじゃん、うん、うちさ、うん、そうなんだ、うん、であれはあれでいいんだけど、うん、もし2人でさちゃんとご飯を食べたいって思ったらさあれ足りないよ、うんうん、まあ面積にはちょっとこうあのラージの大きいのを買えばいいんだろうけど、うん、そうなったとしても家族みんな分とか3号でみんな分食べれるの3号だったら食べれる、まあ、足りる、うん、足りるあれでカップで3杯分そう3杯分あだったらまあそこそこあるね、うん、でも育ち盛りの男の子とかいれば足りないかも、ね、ああ全然足りないよ。じゃあ女の子だから、うん、ましてや高校生の子はそんな夜食べないから、うん、ダイエットっつってね。ご飯は食べないけどお菓子は食べる。そう意味がわからん。そう糖分が欲しくなる年頃なんですよ。糖分は体にすごい毒なんだってね。毒だけどさやっぱ欲しくなるよ。ストレスがたまると余計にさ糖分って欲しくなるもんだよね。本日2本目はいつもののど越し。あー梅2本買っときゃよかったな。はい、それでは開けてください。オープン。どう、ちょっと混ぜていい？え、ちゅうか、ま、焦げてない？めちゃくちゃ焦げてない。ちょっと待ってね。あー、でもちょっと焦げてるよ。やっぱりほら強かったもんだって、結構。そんな強くなかったけどな。いや、だってさ、うん、強くないって私言ったよね。途中で。うん。あれは途中だけだったの。めっちゃ焦げてるけど。まあ、焦げてるとこ以外はいいけどね。うん、そう。まあ、食べてみよう、味がどうか。うん、そんなもんなのかな。ちょっと食べてみよう。ネギと、はい、で、大葉が、大葉が足りなすぎた。見て、この大葉。申し訳ない程度の大葉じゃん。いやいや、美味しいよ。全然美味しいと思うよ。申し訳ない程度の大葉が乗りました。ああいいね、で美味しそう。はい、食べよう。はい、はい、いただきます。うん、うん、一口目ちょっと薄いかなと思うけど、うん、ちょうどいい思うけど、うん、二口目、三口目にはあちょうどいいかなと思う、うん、美味しかったですね、うん、あとはまた後ほどゆっくり食べたいと思います。はい、あとはもう夜ご飯としてね、うん、もう今作ってるから、うん、お家の中で子供たちと食べようと思います、うん、これからキャンプでもね使えそうだからすごいレシピとかいろいろ見て挑戦していきたいと思います、うんうん、あと火加減はやりながら調整していくしかないかもね、うんうん、も今回取り扱い説明書通りにやったら、まあ、ちょっと焦げたんで、うん、まあ、取り扱い説明書がどういう火加減を言ってるのかちょっと分かんなくて自分なりのその弱火でやってみたんだけど、まあ、ちょっと強かったみたいで、うん、まあ、そこら辺もねまた次微調整しながらやっていこうと思います。はい、でも寒くなっていくとまたちょっと変わってくるね。変わってくるかも。外気温が低くなってくるとね、うん、だしこれさご飯だけじゃなくてさ今からの時期さ鍋なんかでもいいじゃん。ああそうね、うん、2人ぐらいだったらさこれでさ十分だと思うな、うん、あそれも面白いかもね、うん、楽しみだ、うん、それでは今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。They couldn't change us. They couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all. By winter or spring or fall, we felt so alive. And girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things.